今日は、はい、60歳以上に送る。60歳以上限定ではなく、あ、限定じゃないですよ。60歳以上で怪我せず飛ばしていく、はい、そして、うん、レイジーシュートを狙う。おお、いいですね、はい、いいですね、はい、まあ、それにじゃあ60歳、まあでも60歳以上に聞くレッスンですね。そうです、はいはい、お願いします。でも結局それ40歳以上にも聞くわけでしょ。どっちかというと60歳以上のすごい人たちを見習っての年齢とともに何を変えていけばいいんですかっていうこと、うん、でこれは単純にそうなんだけど硬くなっていくんですよ、うん、そうですね、はいはい、で力はなくなっていくっていうか、それはあまりなくなっていかないです。はい、なくなっていかないですよ、うん、筋力があるんです。だって50、60、ね、70前になってきてもトレーニングやってる人いっぱいいますから。腕相撲とかめっちゃ強い人いるよね。そうそうそう、筋力ってあんまり落ちないですよ、うん、なんでかというと鍛えるとついていくんです。そうだね。ただ80からでもね、はい、力つく。意外と僕もそうなんですけどストレッチやらないんですよ、うん、でそれなんでかというと面倒くさいから。そうなんだよね。お風呂入った後にストレッチは絶対やった方がいいですね。大体前傾やっても、うん、あ、でもさ、あのさ、ゴルフってさ、前屈ってさ、あのイチローさんもそうだったけど、はい、全然つかないですよ、前屈が。っていうね、なんかこっちが柔らかければいいっていうね。そう。で、あの変な話、あの 100m のオリンピック選手の昔の金メダリストも前屈全然つかないです。あ、そうすか。だけど股関節は柔らかい。まあ、でもストレッチやってくれるのが一番いいんですけど、はい、ストレッチはやっててもどんどん硬くなってるので、うん、はい、とりあえず今日は、まあ、じゃあまず60歳以上の、うん、人が、はい、上手い人がどうやって打ってるか、うん、どうやって打ってるか、上手い人がどうやって打ってるか、そう打ってるか、はいはい、で実は、うん、体が柔らかい人ばかりじゃないんですよ、うん、すごい硬い人もいるんです。レイジシュートする人、はい、ね、65、60、70ぐらいになってくるとレイジシュートする、うん、ね、これは、うん、まあ、初心者もそうなんですけど、うん、ボールを見てるっていうよりも、うん、頭の位置があまり変わらない方がミート率高いです、はい、当たり前だけどこの頭の位置がこう変わらない方が、うん、まあ、少しはずれます。そうだね。だからそうやってか、あのこれがちょっとこう、うん、こういったらやっぱり当たらないってことです、うん、なるべく頭の位置変えない。で、頭の位置変えないってことが一番きついんですよ、実は。あ、それでゴルフを下手な人にしてる人がいっぱいいます、うん、じゃあ例えばシニアになったりとか60歳を超えてから、うん、頭が全く動かないで、うん、見たことありますか。誰が。誰かじゃないですか。え、今あの誰かってお前だよ。え、いやいや、60歳以上うん、全く、うん、こうやって動いてない人見たことありますか。このあ、見たことあるか、うん、まあ、あるかもしれないけど、あ、あんまりいない。いないでしょ。いないですね。なんでかというと、うん、絶対動かさないと無理なんですよ、うん、確かに。例えばテイクバックだって絶対こっち来なきゃいけないんですよ、うん、で、これを戻そうとこうやってたら体が起き上がったりするんですよ、はいはい、で、あともう一つは頭を動かさないでテイクバックすると硬い人がいる、うん、必ずこの辺が引き上がってくるんですよ。ああ、はいはい、後ろから見ると頭が動いてないのに、うん、ああ、はい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 、うん、ってこうなってくるんですよ、うん、うん、ある。そう、だから無理に頭を動かさないってことはしなくて、うん、後ろから見た時に頭は動いてないじゃないですか、うん、でも実際前から見たら今の動き右横に動いたね。はいはいはい、うん、でも一つだけ注意しなきゃいけないのは、うん、よくもう俺硬いんだからっつってこうやってアドレスしてる人。おお、お、でもね、こういう感じでね、めっちゃうまい人いるよ。いや、言うんだけど、うん、あのこれは例えばもう本当にハンディゼロとか、うん、この人だったら、はい、少しこうやって構えてる人だったらこれでいいと思います、うん、多分70、80、90とか過ぎない限りは、うん、まあ、過ぎてもそうですけど、こうにしかできない人っていないんですよ、うん、じゃあ一回こうやってくださいって言うとみんなできるんですよ、はい、ただ本当に背中曲がっちゃって学祭とかなっちゃったらできないですよ、うん、だからできるんだったら構えだけでもこうした方がいいです、うん、はいはい、しかし腹出たな。こっからバックスイングするとやっぱり
しく頭が動くか動かないじゃなくて、うん、背骨というか体の軸の問題なんで、はい、うん、こうやっといて回すと意外と綺麗に回るんです、はいはい、だけど最初からこうに構えるとこれは確かに回してるんじゃなくて、うん、前も言ったんですけど、うん、右側に前屈してるんですよ、動いてるだけだ、動いてるだけ、そう、これこのまま倒れてるだけです、うん、だから、うん、ひねるってことで するために忘れないためにまずは、うんうん、少しできるだけ自分の中で起きて考える、うん、このままこんなにならなくていいですよ、それは無理だよ、はい、その後ちょっとこうなってるんです、うん、当然だけど背骨っていうのがまっすぐ一本じゃないんで、うん、はい、背骨のまずこの中間っていうかこの辺から上のペルピスですね、うんうん、これはこの角度、ここまでの角度とここから首のまでの角度とは必ず一体にならないです、うん、はいはい、どっちかというとインパクトの瞬間っていうのはここの背骨は起きてる人もいっぱいいます、うん、でもペルピス、うん、背骨から首の付け根は曲がってます、うんうん、でこういう状態でくると前傾保ったことになるんですね、うん、頭が動かないで、はい、だから決してこうやってると思わない、よく練習場ですごい背骨伸ばしてちょっと硬いね、こうやってる人いるけど、うん、これ全然やってないです、うん、タイガーウッズだってそうだね、バンプ使ってますよ、うん、だからあまりこの背骨を伸ばすって言ったからって、うん、張って打つということではないです、うん、ちょっといくらか曲がってていいです、うん、特に背骨の真ん中から上は、うん、ちょっと曲がってるでしょ、うんうん、こうじゃないですよ、はい、でこれをやっぱり60を超えてもやってほしいです、うんうん、なるほど、ピンじゃないですよ、はい、こっから上は曲がってていいんで、丸まってていいからせめてここを丸めないと、そこダメだ、そう、うん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 、ちょっとこうなっちゃう、おこれも誰か見たことあるよ、大体こうやる人っていうのは、うん、グリップつるんでここでタイミング取るんですよ、うん、あ、いるいる、あのね、でもね、これもこれも技なんだけど、悪いんだけどそういう人にね結構上手い人多かったような気がするんだよ、そうですよね、そう、あれ、まあでもね、昔の人ってほらパーシモンで腕力あってさ、そうですね、ブチーンとリストでね、はい、そうです、そうじゃなくて今のやっぱりゴルフはここいつか、はい、もう一回言うとここを少し張る感じにして、こっから真ん中から上は少し、はい、少し、はいはいはい、これだったら絶対できるから、60個確かにね、キヨさんそうなってたわ、キヨさんまだ60じゃん、上は60歳、上が丸くなってたよ、そう、野球もそうですよ ね、こうやってないじゃん、うん、そうはない、絶対ここはこうなってても、うん、確かに、ここをこうじゃん、確かに、俺たち野球ネタばっかりじゃん、うん、いや大好きじゃないですかね、本当に、じゃあいきますよ、はい、でこのままちょっと張った状態で背中は少しこうなってる、うん、でこれでトップまでいきます、あーはーはー、そうするとあまり頭離れないです、うん、さっき言ったようにこれもこのぐらいしてみます、はいはい、最初からここをこうやっちゃうとこうなっちゃう、そうだね、で重要なのは今日一番言いたいのはトップの状態から、うん、インパクトまでって実はボールから目離さないで打てるんですよ、うん、で当たんない人でも、うんね、例えばご夫婦でやってて、うん、旦那さんが目離すからヘアウェイが打って当たんないんだとか言って、うん、こうしていっぱい、これ離れてないじゃないですか、確かに離れていないもんね、離れてないのになんで当たんないかって、うんうん、実はやっぱり体の回転軸で打ててないってことなんですよ、うん、だから多少こう来たとも、うん、この後にずっとボール見てると、あ、全然腰が回ってない、うん、でこれは人によってもそうだけど、頭を残してどこまで腰が回るか、はいはい、これは俺と踊って比べても全然違うじゃないですか、うん、やっぱり自分の方が全然腰は回らないんで、うん、踊っての方はずっと頭が我慢して腰が回るけど、はい、ここは苦しいところで絶対やめた方がいいです、うんうん、でやめたらよく言うのが、まあ俺たちもよく言うけど、うん、起き上がってくださいって言うんですよ、はいはい、でも、うん、意外とそれがちょっとギャップが出て難しい、難しい、年を取ってくる、うんうん、なのでどっちかというと、じゃあ頭はボールと距離を変えないでくださいじゃなくて、うん、頭と地面の距離を変えないで打てるようになったらボール当たります、うん、OK、はい、だここがすごい一番ミソ、うん、はいはいはい、体の硬い人が地面の距離、
ここまで我慢して起き上がってください、ね、はいはいはい、ずっと頭の高さを地面との変えないで打ってあげると相当よく当たる、うんうんうん、これ女性もフェアウェイウッド苦手な人はやってみてください。あーなるほどね。今のでバックスイングもきつい人は、うん、バックスイングする時も頭の位置変えないでじゃなくて、うん、頭と地面の距離を変えないであげて、うん、変えないで打つ、うん、そうすると、うん、要するに動いても、うん、高さがあんまり変わらないんで、変わらないから残すとこうなっちゃうんで、はいはい、そのままこう行って、なるほどね、このまま、はい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 、うん、そうすると、うん、やっぱりいいね、いいでしょ、うん、あの頭が動いて一番怖いのはダフリトップ、はいはいはい、当たらないことだね。できるだけ 目と地面の距離ですか、目とボールの距離か、あ、それダメなんです。あ、ダメですね。ボールの距離だと、あ、ボールの距離と違うんですね。そこをみんな間違えちゃうんですよ。あー、ボールの距離を変えるなっていうと、うん、ああそうか、なったりとか、うん、打つときに、うん、本当は体ってこっち回ってこういかなきゃいけないのに、うん、なっちゃう。あ、じゃあ目と地面の、そうです、地面の距離ですね、の高さ、はいはい、高さ、高さを当たる、なるほど、なるほど、これはいくら動いても当たりますよ、うん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 、いきますよ、これ極論だけど、はいはい、当たっても、うん、はいはい、うん、このまま当たっても、あ、今のって大体1メートルぐらいある、これね、100歳になってもできるわ、できますよ今のスイングは。そうってことで、今のスイングを覚えれば、うん、あのどっちかっていうとどんなに硬くなっても、うん、ここねじ1個もねじらないですよ、はい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 、足しか動かないですよ、なるほど、これいいね、はい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 、これは関節も1個も使ってない、うん、これは最高よ。で、うん、足の動きと横のスライドしか使ってない、うん、小池先生がやると似合わないけどね、かっこいいからね。これね、スイングかっこ悪いと思わないです。あ、これがね、あ、確かに。どっちかというと、うん、こうやって上がってるんです。あ、確かに。かっこいい。横に必ず、うん。で、今のをもうちょっとかっこよくするには、少しこう横行って、そのまま腰をずっと回転して最後、起き上がれるんだったら、はいはい、頭が動いた。動いた面白い。なんかね、やっぱりね、もう一回、達人って感じがするね。起き上がれるんだったら、はいはいはい、覚えていいです。今日は達人の息って感じがするわ。あの多分新しい、うん、聞いたことないと思うんですけど、ですね、ボールの距離を変えるんじゃなくて、地面と頭の距離を変えない。はい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 。これなら体重移動も使ってもいいし。ね、だから60以上って言ったけど、別にあの体の硬い人みんなやっていいんですよ。ねじれとかじゃなくてもいいんだもんな。横に頭の高さ変えないで打つ、うん、それが一番、はいはい、高さ変えないで打つ、うん、って言います。高さを変えないで、やっぱりね、さっきのね、小池のね、この背中上の方は丸まっていいよとかね、はい、そういうのもさ、あれに見えたわ、ニクラウス。これね、みんなね、うん、本当にね、あのシニアのプロとかも実は絶対してるでしょ、うん、腰が前出る人いっぱいいるんですよ、うんうん、だってそれきついもん、はいはい、これはできない、お前できてるけど、うん、なるじゃん、うん、でもその分背骨の真ん中から上、うん、ペルビスはさらに角度、なるほど、そうするとしっかり打てると。昔のプロ多かったよ。いや、そうですそうですそうです。これで OK、 頭の高さ変わってない、うん、でその後頭を残す何が起きるかっていうと、地面に近づきすぎます。うんうんうん、そうダフリがダメね。だから必ず、確かにね、アドレスか、アドレスこうちょっともう一回こうやってみて、背骨伸ばしてもして、うん、上は丸。これね、これがやっぱりニクラウスの、そう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 、だから60以上の人は大体ニクラウスしてるんでしょ、はい、だってニクラウス何歳 ?70? ニクラウス、そうか、78ぐらい。じゃあやっぱり、はい、そこうギシッと構えてないもんね、ビシッと、まあ、あと一つは、うん、それで飛ばしたい人のための補足1個だけ、はいはい、最後に、はい、もうね、
手首なんかも何にももう痛いから、うん、肘も痛いから、うん、あんまり動かさなくていいです。とにかくこういう運動だったら絶対できるから、もうこっから上のねじりもしなくていいです、うん、はい、このまま背中丸めてもいいです。とにかく足も、あ、いいですね、この動きで、うんうんうん、ヘッドスピードを、お、上げていく。なんかね、もう達人ですよ。そう、でもこれってね、アプローチやるじゃん、ダフる人ってさ、はい、頭よ、ボールよく見てるって余計ダフってる人いるじゃん。確かに、サンドウェッジで。確かに、これの基本って、うん、地面との距離を、うん、あんまり変えないことなんです。ければ残してくださいって、ボールとの距離を変えないでっていうと、アプローチだって、うん、こういうことが起きる。残してくださいだとね、逆に近くなったり遠くな、上がっちゃったりする。そうそうそう、こうなってこうなってね、うん、残すんじゃなくて必ず顔と地面の高さ変えない、変えないで横にだったら動いてもいいですよ、うん、はいはい、こういう人いるじゃん、アプローチの、お、ね、お掃除、お掃除です、お掃除、シャーシャーシャー。よく大立てることはグリップをいっぱい動かしてくださいって、はいはいはい、頭動かない人ってなんとなくこういう視点になっちゃって、うん、こういう風になっちゃうけど、じゃなくてこのグリップを大立てが言うようにちょっと動かして、うん、そうそうそう、これ深いラフ絶対出るんで、そう、だから地面との距離を変えないで、うん、こういうことですよね、まあ、極端に言うとね、はい、そうすると頭の位置が地面との距離を変えないで、はいはい、じゃあそういうことで、はい、今日は、60歳以上の人が、ね、体硬くても打てるという、めっちゃ勉強になった。頭と地面の距離変えなければ体重移動も使えるし、目線はコアを見てください、うん、いやいや、それはまあいいっす、したいいっす、はい、いや、なんかね、これはすごい、僕らももうすぐですからね、はい、5、6年すれば、はい、こういう感じで、ボールとの距離じゃなくて地面との距離を変える、お、はい、大変勉強になりました、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、はい、いいねボタンお願いします、チャンネル登録お願いします、はい、ありがとうございました。